皆さん、こんにちは。今回は、トンネルズがメイン MC を務める、フジテレビの人気長寿バラエティ番組、トンネルズの皆さんのおかげですを紹介します。この番組はたくさんの人気キャラクターや名物コーナーがあり、一度では紹介しきれませんので、数回にわたって紹介していきたいと思います。フジテレビ系列で、1988年、10月13日から1997年3月27日まで毎週木曜日に放送されたバラエティ番組である。お笑いコンビのトンネルズの石橋貴明、木梨憲武と多彩なゲスト陣によるコントを中心に構成された。1989年から1994年までの6年間バラエティ番組で年間平均視聴率1位を記録した。ネルトンベニクジラ団、トンネルズの生でダラダラ行かせてと並ぶトンネルズの代表番組の一つである。番組名の由来はトンネルズ起用を決定した日枝久志の名を冠して日枝さんのおかげですにしようとトンネルズが提案したが、スタッフや当時の会長の反対により皆さんのおかげですに落ち着いた。一方で当時のトンネルズが結成6周年という節目もあって皆さんのおかげですになったと言われている。2期オープニングテーマ曲のガラガラ蛇がやってくるも人気でオリコン1位を獲得。またオリコンの記録では 140.9 万枚のミリオンセールスも達成した。本曲は幼児ないしは親の指示もあり売り上げを伸ばしたが、真の内容は性がテーマの一つになっており、ガラガラ蛇とは見境のないプレイボーイのことで、石橋曰く歌詞内のコンコンコンとはセックスの意味だった。レギュラーに当時人気だったチェッカーズ、小泉京子、荻野目洋子、渡辺満里奈などが出演。宮沢りえ、牧瀬里穂、水木ありさ、友坂りえ、松島奈々子などまだ知名度が高くない時代から抜擢し、人気タレントに駆け上がっていった。当時裏番組のベスト10に出演する歌手が出演していたこともあり、開始直後から低視聴率に追いやり、開始から1年後の1989年9月にザ・ベスト10を打ち切りに追い込んだ。ベスト10の楽屋でもベスト10よりもおかげですを見ていた歌手がほとんどであったという。人気キャラクター紹介。仮面ノリダー、木梨扮する仮面ノリダーと石橋扮する数多くの怪人が所属する悪の秘密組織ジョッカーとの戦いを描いた特撮番組仮面ライダーシリーズのパロディドラマである。おかげですのコーナーでも屈指の知名度を誇っており、小中学生の間では本家仮面ライダーを上回り人気を得ていた。主人公は木梨武史という白いパンタロンと植物と動物を愛する青年。出演者に小林昭治、渡辺満里奈、岡田真澄がいた。変身時においては第1話では怒ると怖い仮面ノリダーのコールとともに仮面ライダー1号の変身ポーズをアレンジしたようなポーズで変身していたが、怖い割れまきまきねえ、ギトロまきまきご一緒に巻いて巻いて風力を与えることによって仮面ノリダーに変身するのだ。カイワレ大好き仮面ノリダーだ。カイワレ巻き巻き、ネギトロ巻き巻き、巻いて巻いて手巻き寿司はミツカンスの CM で、初めはほとんど無名のタレントが出演してたのを仮面ノリダーでこのフレーズが使われるようになったところ、後に木梨が CM に出演するようになった。毎回終わりにノリダーが全国のちびっこ諸君に向けてメッセージ、お風呂で体を洗うとき、耳の後ろもしっかり洗おう、など、も、本家のパロディーであった。ちびノリダー団長！よーし、ちびノリダー、ちびノリダー。伊藤敦史演じるちびノリダーが可愛くて大人気だった。演じていた伊藤敦史は、当時4歳という幼い時期の出演だったため、当時のことをよく覚えていないという。
想定外のことをやってもちゃんとついてくるし、泣いてどこかに行ったり、ママの顔を見に行ったりもしなかったと、木梨からは当時のことを高く評価されている。最終回のエピソードでは、13歳になったチビノリダーに加え、ノリダーの分身として、ナインティナインの岡村隆史が登場した。こちらは大人になったチビノリダー。怪人のほぼすべては石橋貴明が演じており、日本一のぬいぐるみ師の称号を自称しているが、毎回着ぐるみを着るのが相当しんどかったらしい。第1話の恐怖ラッコ男や恐怖カルガモ男、恐怖ハリネズミ男、ゾウ男など、その他多数の怪人がいた。ゾウ男の唾攻撃は、石橋貴明本人が唾を垂らすという不潔なものであり、木梨も名場面集で、この場面を挙げ、恐るべし、ゾウ男と10回している。怪人の製造指揮官にファンファン大佐の岡田真澄がいた。オープニング曲の仮面ノリダーぶっ飛ばすぞのテーマは、木梨の指紋マサトを真似た独特な歌唱法とギャグが組み込まれた歌詞は一大ブームを巻き起こし、当時から10代の女性中心に人気を博していた月刊アイドル誌明星の付録に歌詞が掲載されるほどだった。また、指紋マサトの歌い方を真似ているため、極端に巻き舌発音を多用し、歌詞が聞き取りづらい独特な歌い方になっている。赤いマフラーを赤いマフリアウ、仮面ノリダーをキアメンノリディアウと言ったりしていた。爆薬を大量に使用する演出がよく行われ、トラブルもたびたび起きていた。お台場で警察とトラブルを起こしたり、石橋がセットの下敷きにされた挙句鞭打ちになったり、木梨の至近距離で爆薬が爆発して、木梨が死の恐怖を覚えるなど、出演者に対しても危険が及んでいた。オモオダホモオ。オモオだけの人々で登場したオモオダさんのところのホモオさんはオモなんじゃないかな？なんて言われてるんですけども、それはあくまでも噂でが口癖。岸田京子さんがお姉さん役でした。39歳10月生まれ、豊玉南出張所区役所勤め戸籍課。ナイーブな性格であり、マリモが好きで育てている。愛用のセンスは父から譲り受けた形見。最終回はホモなのか？ホモじゃないのか？わからないというオチで終わった。2017年秋の30周年記念スペシャルに再登場したが、LGBT 団体からの抗議を受け、フジテレビの宮内社長が放送翌日に謝罪をするという異例の事態となった。また一部のスポンサーは降板を検討する事態となった。この騒動は賛否意見があり、ミッツマングローブをはじめ反論の声も上がっている。青春の1ページ。ノリオをメインとしたおかげです中学内のコントでは、同級生役にチェッカーズ、渡辺満里奈、ノリコをメインとしたおかげです高校内のコントでは、同級生役に宮沢りえ、穂積ペペ、森川翔太がいた。石橋が毎回異なるキャラクターの教師として登場し、毎回のようにノリオノリコだけがどこかを向いて喋っていて、気づかない間に石橋にスリッパで叩かれ始めて、そこにいることに気づく、お約束のシーンがあった。その後石橋が先生の名前はと言って、名前を黒板に書いて自己紹介するが、書かれた漢字の名前と書いてから口に出す読み方が、全く関係がないことがあった。例えば歌番終了と書いてさよならベスト10。全国一品料理と書いて食いしん坊万歳などがあった。チェッカーズの時は、ワンナイトジゴロの前奏に乗って、ノリオを含めた複数で踊り、歌い出しの気流の直後に、ノリオが石橋からスリッパで叩かれていた。宮沢りえはザケンナヨが定番でした。宮沢りえの番組出演のきっかけは、トンネルズが某化粧品会社のパーティーに行った時に、ある女の子に写真撮ってくれませんかと言われ、一緒に写真を撮った。その後映画、僕らの7日間戦争に出る主演の宮沢りえが、ブルーハーツとトンネルズが大好きってテレビで言っていたのを見て、この子、前に写真撮った子だって思って、すぐ当時のフジテレビプロデューサーに絶対、この子使おうよといい出演が決まったそうだ。
木曜ワイドスペシャル、ミスターノリック、驚異の超魔術。日本テレビの木曜スペシャル、ミスターマリック驚異の超魔術のパロディ。木梨はミスター、ノリックとして、石橋は福留勲に扮した止め福留。パート7では、露木茂を名乗ってコントの司会を担当。毎回松本伊代と渡辺満里奈がレギュラーで出演していた。1989年5月の初放送では、本番組開始前に日本テレビで、ミスター、マリック驚異の超魔術パート2が放送されたことに合わせ、本番組では、木曜ワイドスペシャル、ミスターノリック、驚異の超魔術パート2の続きと題して放送された。これを受けてか、日本テレビ側ではミスター、マリックのパート3で福留が、私は止め福留ではありませんと、このパロディについて触れている。本家は来てますだが、ノリックは来てます、来まくり上がってますと言っていた。イボタカ子と行く心霊体験バスツアー。霊能者義母愛子が出演した特番のパロディ。石橋扮するイボタカ子が、木梨扮する、みのりもんとや女性ゲストを引き連れて、霊スポットを巡るバスツアーを行うロケ企画。イボは、イボイボと唱えつつ、上唇の大きなイボを指で吸ったり、除霊と称して夏メロ金井勝子の他人の関係や、ピンクレディーのカメレオンアーミーなどを歌う。女性ゲストにセクハラを行うなどの行動を取ったりする。現地では、実際に義母、みのり、女性ゲストが、心霊スポット内のコースを歩く。特にみのりに対しては、イボの企みで、爆破ドッキリが行われることが多く、みのりがイボ、てめえこの野郎、イボ、もう爆破をやったのかよ、イボ、おい、ババア、とうと激怒、さらにはイボたちの番になっても、復讐で仕掛けた爆破ドッキリがスタッフのミスで、みのり側のところで爆発する理不尽な目にあったり、最後は、置いてきぼりにされそうになるのが恒例となっていた。ちょっと聞いてよ、思いっきりノリ電話。ミノモンタの思いっきりテレビの1コーナー、ちょっと聞いてよ、思いっきり生電話のパロディ。前述のイボタカ子と行く心霊体験バスツアー。同様ミノリモンタに扮した木梨とゲストが視聴者の悩み相談を行う。ゲストには本家にもよく出演していた岡田真澄、小林千歳、マリアンヌといった顔ぶれが揃っていた。1991年7月11日放送分では、本家司会者であるミノモンタがゲスト出演して話題を呼ぶ。後に2006年11月2日のおかげでしたで復活した。その際、ゲストのアグネスちゃんに扮していた石橋が居眠りしていたことを、ミノリから突っ込まれた回があり、その後、総集編で何度も紹介されていた。もじもじくん。石橋扮する文字男と木梨扮する文字像が、全身黒タイツ姿で、様々なゲームや競技にチャレンジする。ゲストとして小泉京子、野茂英雄、YMO の細野、坂本龍一、高橋幸宏も出演。もじもじくんたちが文字を作るとき、お姉さんの渡辺満里奈、友坂理恵がひらがなカタカナの一文字を出題し、もじもじくんたちが首をかしげながらその一文字を丸々、と復唱する。復唱した後によく石橋は放送禁止用語を言うことがあった。その後全員で、どの一文字を叫び、もじもじくんたちが自分たちの体でその文字を作る。濁点に靴を使うことや、ゲストの登場しない回では、番組スタッフに協力してもらう場合もある。お姉さんは、たたもじめ以降も出題し、文字をすべてつなげると一つの言葉となり、その言葉にまつわるゲームや競技が行われ、最後は毎回全員でバイ、センキューと言って終了する。なお、BGM には、アニメドミニオンのサントラ版が使用された。木梨憲武の盲腸緊急追悼特番騒動事件。1991年10月31日、木梨が盲腸による休養から復帰することになっていた放送で、冒頭から緊急放送。
盲腸で倒れる木梨憲武さんを偲んでと題し、木梨が死亡したという設定で追悼特番を模したドッキリを生放送した。石橋と当時フジテレビアナウンサーだった野崎翔一が深刻な気配で会話しに分半ほど経過したところで、青のジャージを着た木梨が現れるというシュールなコントであった。放送中からフジテレビには本当ですか?との質問や、ふざけるな、等の抗議の電話が約800件と殺到した。放送内において、アナウンサーの野崎は死亡したとは一言も発しておらず、代わりに冒頭で信じられないことになってしまいましたと表現している。ただし、本編前の木梨の生涯をたどる前編では、ナレーションであまりにも短い生涯であったという一節が放送されていたため、視聴者は本当だと思った人が多かった。このコントについて木梨はおかげでした時代に、この回の映像を流した際、親戚のおばあちゃんにすごい怒られたと語っている。アナウンサーに露木茂、森光子にもオファーを出したが断られたという。最初の CM 明けで苦情が多数来ていることが説明されており、石橋は頭のあれでフジテレビに随分抗議の電話が来ていると発言している。また翌週のエンディングでは木梨が程度が過ぎたと謝罪し、木梨死んでおりませんの一言で締めくくっている。プロデューサーの石田博士は、後年ふざけると言っても超えてはならない一線があり、悪ふざけにはならないようにしなければならないという発言をした一方で、普通に復帰するのは面白くないからという理由でこの企画をしたことと、当時の反響をあれくらい怒られたことはないよと振り返る発言をしている。第一、先ほどの木梨追悼事件にも出てきたプロデューサーの石田博士を石橋がキャラクター化した。豪放な性格で党が来てると、すまなかった、が口癖。後に〇〇ちびまる子ちゃんにも出演。ちなみにコント内での言動やエピソードは、すべて石田の実話に基づいているという。石田はエルビス・プレスリーに憧れ、ミュージシャンや映画監督などの道を目指すも、自分には難しいと判断し、テレビディレクターを志した。1980年代以降、オールナイトフジ、夕焼けにゃんにゃんなどもヒットさせた。好きな曲は、ラブミーテンダーで、これも石橋に真似されていた。小湊さん。大石といつも一緒にいた、小湊さんも人気のキャラクターだ。木梨扮する湊孝一である。常に腕を組み、口を尖らせながら、競馬の予想を気にしている。大石の部下だが、時々衝突する。湊孝一は石田博士の一番弟子として知られ、ディレクタープロデューサーとして、数々の人気バラエティ番組を手掛ける。爆薬演出のトラブルは彼が発端だという。爆薬を大量に使う撮影では、通常は何度もリハーサルを重ねて撮影するが、湊の場合は適当に爆薬を設置して、すぐに本番へと移るといった手法をとっていた。こういったこともあって、仮面のリーダーの後半ロケで撮影許可が取れなくなり、当時、新宿区にあったフジテレビ本社の屋上で撮影をし、あまりの爆発音に驚かれて、近隣病院の入院患者全員に、フジテレビ社屋を窓越しから覗かれるといった出来事があった。いかがでしたか?今回はほんの一部を紹介しましたが、まだまだたくさん人気キャラクターや名物コーナーがありますので、次の動画で紹介します。皆さんのご意見もコメント欄で教えてください。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。